ツノニガウリは、ウリカキュウリ属のツル植物。また、その果実のこと。ツノのある、ウリ型の果実を食用とする。キワノ、または、ツノメロンとも呼ばれる。キワノという名称は、企業の登録商標とされているが、常用されている。ニガウリと呼ばれることのある、ツルレイシ属のツルレイシとは別属に分類される。 アフリカ原産で、アメリカ合衆国のカリフォルニア州やニュージーランドで栽培されている。果実はおよそ直径5から7センチメートル、縦10センチメートルの楕円球体。表面全体に突起がある。果皮は未熟な果実では緑色で、成熟すると薄い黄色から濃い大色になる。熟成のどの段階でも食べることができるが、 熟しすぎると力強く破裂して種子を放出することがある。表皮に緑色の部分がなくなり弾力が出てきたら食べ頃だとされている。果肉は半透明で薄い緑色のゼリー状で甘みはなくかすかに酸味がある。味はバナナとパッションフルーツの組み合わせ、またはバナナ、キュウリ、ライムの組み合わせと比較されている。食感は パッションフルーツやザクロに似ているとされる。皮は、ビタミン C と、食物繊維が豊富なため、皮を食べる人もいる。食用のほか特徴的な外見から鑑賞用にも用いられる。最新演芸大辞典1、最新演芸大辞典編集委員会編、成分道振興者、1968年、554ページ。AB マ春吉。 図節熱帯の果樹養剣堂、2001年386ページ AB キワのツノニガウリ旬の果物百貨。FOODSLINK.JP2020 年12月5日閲覧 AB 果物ナビキワのツノニガウリ果物ナビ2020年12月5日閲覧 AB 果物ナビキワのツノニガウリの選び方と保存方法や食べ方 春の果物百科。foodslink.jp。2020年12月5日閲覧。キワノ、イッツホワッツインサイドザットカウンツザ、シアトルタイムズ。archive.seattretimes.com。2020年12月5日閲覧。デサレットニュース、レッツディスカバーサムもありとる、ノーオンフルーツ。 web.archive.org 2020年12月5日、閲覧。キワノインフォメーション、エキゾチックフルーツ、ネイチャーズプライド。web.archive.org 2020年12月5日、閲覧。キューカンバー、アフリカンホーンドキューカンバー。 www.herbgarden.co.za.2020、e e、年12月5日閲覧。ありがとうございます。